ダッシュでございます。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。アシックスのこの穴から真実を見ているよ。周りがあるから。周りがあるから、みんなは画面越ししか見てないけど、周りがあるから、うち内には。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになっておりまして、いやこれマジで楽しみ。しかも俺と周辺まだ見てないから、みんなと一緒にファーストリアクションできるという。できます。ということで、いつものアシックスの小石さん来ていただいてます。お願いします。ありがとうございます。ということで、小石さん、ちょっと噂でしか聞いてないんですけど、はい、厚底ピンレスシューズ。そうですね、経緯から簡単に言いますと、めちゃくちゃ問い合わせが来てて、何なんだと、厚底になってると、リーク写真とかで裏がピンレスになってるというものがあって、うんうん、じゃあちょっとお時間いただいて、ここで詳細をある程度お話しした方が、問い合わせが一旦止まるかなと思って、業務効率も考えていただいて、もうどんどん発信していかなきゃいけないんで、お二人お時間いただきまして、ご紹介というところでお時間いただければ。そうですね、SNS はちょいちょい、そうですね、もう写真は出てて、選手も何名かは、地方大会とかグランプリで敗退で、まあ、結果も今出てき始めてるんで、売るのか売れないのかとかいろいろ問い合わせが来るんで、お値段もいくらって一切正直決まってないんですけど、はい、それでは早速詳しい話聞いていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで早速詳しいお話を聞いていきたいんですけれども、小石さん、はい、プロトなんで箱も全然何もないんですけども、はい、めっちゃ緊張する。 なんか合コン前どんな人来るんだろうぐらいの緊張感と似てる。めっちゃ緊張する、マジで。この緊張感年間何回もあるけど、これそんなないと思う。ふざけんなお前。もうちょっとなんかよいしょ。はい、このような。おー、名前なんでしたっけ。名前ない。名前がない。ノーネーム。はい、ということで、すごい、まだ名前が決まってない。ちょっと1個だけいいですか。軽い。持ちたい。無理。僕も持ちたいでしょ。めっちゃ持ちたい。めっちゃ持ちたい。とりあえず一回様式に。いや、軽くてカーボンですかっていう話を今から詳しく聞いていきたいと思います。本当楽しみです。はい、はい、ポイントはミッドソール素材。あ、ちょっとあの、はい、ということで、ちょっと映像が乱れてしまってるんですけれども、あの、前回ね、前回というか、今の動画なんですけど、はい、ちょっと不具合が起きてしまいまして、映像が乱れてしまいましたので、はい、皆さんに届けれない部分が、ということで、あの、ポイントだけ、このミッドソールのところですよね。はい。ミッドソール部分の FF ターボって書いてありますけども、はい、ミッドソールの素材なんですけど、初めて聞きました。そうなんですね。ファイナルファンタジーかと思って。このミッドソールは多分本当に今出たばっかりなんですけども、メタスピードスカイっていう新しいマラソンシューズに搭載がされているものと全く同じものになっていますので、アシックス史上高反発っていうところが、あとこのもっちり感といいますか、このグッて沈み込みから反発っていう、その数字上のものも非常にまああるというところで、しっかりとしたスピードを出せる反発がある、そして軽いっていうのが一番大きいポイントになってます。なるほど、はい、もっちりです。パンの CM か。ということで映像を戻します。まあ今見てもらった通り、うん、あと触ってもらった通りなんですけど、まずインパクトは、まあ軽さ、まあ軽さはちょっと後ほど話そうと思うんですけども、うん、グリップっていうのはやっぱり長距離もちろんね、短距離も必要ですので、はい、グリップ感っていうのがしっかりと、まあ、地面を捉えることができて、ロスがないように考えていると。もちろん雨の中でもありますし、あとはこのカーボンの突起の角度、まあ、これメタスピンドではかなり細かい設計してましたけども、まあ、ここの小指側のまあ接地部分の角度、見えますかね。よく見てもらうと、ここのギザギザギザが斜めに入ってる。はい、すごい斜めになって、そう斜めに入ってじわじわ真横に変わっていくんですね。まあ足の構造上、小指側から設置していくことが多いんで、スムーズなまあ入り、体重移動を考えたこの角度プラス、母子球側の押す方に関しては地面をまあ食いつくというか、ちゃんと当たるように真っ平らになっている、かなり細かいセッティングがなってます。まあこの辺りのまあこだわり感っていうところも今回しっかりと研究されている。さらにこのカーボンのプレートって、じゃあ何があるかっていうと、もちろんそのグリップっていうのがまあピンじゃなくて軽さっていうのができる、まあ、なんともないしピンもないしっていうのができるんですけども、もう一個一番大きいポイントなのが、カーボンのグーッと形状がここの間にグーッと入ってるんですね。これフルレングス1枚のカーボンがこう中に途中からこう入ってるんですよ。でこれ何がじゃあいいのかっていうと、跳ねますよって話をしましたけど、簡単に言うとイメージスーパーボールみたいな、トランポリンみたいな、まあ、跳ねるっていう動作がまあ得意なわけですけども、はい、皆さんがやってる競技ってやっぱりゴールは前にある、高く飛ぼうが、まあ、ハイジャンと違うんで前に進まなきゃいけないっていうわけですよ。今回このカーボンの形状、ここまでしっかりとグーッと入り込んだっていうのが、
何がいいかっていうと、簡単に言うと体を押し上げるような構造になってるんで、まあ、楽にストライドが獲得できる、スピードに直結する一番大きい構造がこのグーってこう入り込んだものになってきて、跳ねる素材プラス前に押す焼きもそうですけど、バーンって打った時にライナーでくればやっぱり斜め前に飛んだ方が距離になりますよね、はい、だからそこの設置してそれを弾く方向を決めてあげるのがこのカーボンの角度の役目でもあるし、カーボン自体のグリップの役目でもあるしっていうのが一番大きい作りかなと思うので、まあ、ライド感的には跳ねる素材プラスちゃんと前に進んでいくっていうのを靴がちゃんとサポートしてあげるっていう考えが今回の商品に入っていると。いやすごい、軽さって正直さっきも言ったように、はい、あまりこう言いにくいところなんですけど、朝測ったんですけど、朝測ったんですけど、なんかスマホより軽い、あモバイルバッテリーも軽い結局一番最後着地したのが空箱、空箱よりこれ測ったらこれより軽かったんです。いやこれだ、こんなイメージです。これより軽いと思っていただければ。あ確かに軽い、これより、はい、皆さん、まあ、あのアシックスの箱とかでお店とかで中抜いてもらって、うん、あこんぐらいなんだなと思っていただければ、うんうんうん、じゃ早速入っていいですか。行きましょう、ダッシュで行こうぜ。さあいかがですか。行くな行くな行くな、一人で行くな。靴の中のこう乗っかる位置っていうか、この体重のこの移動っていう場所は多分こんな感じかとか、やっぱりこのカーボンシューズって良し悪しがあるのがやっぱり自分の足に合うか合わないか、もう一個は靴の特性をどう読み込む、自分の中でこうできるかっていうのが選手としての力量にかかってくる、はい、今この立った感じ非常に新しい厚底カーボンシューズ、多分もうほぼほぼ僕全部履いてるんですけども、ね、今までにない感じですね。走ってみないと分かんない。シートシューズだ。シートシューズ、出ました、こいつさん、シートシューズ一応見えないからこいつさんが言ってたカーボンのこの大げさに言ったらこうなってるってこと、これの反発速い、これが速い、これが速い。今までのその厚底カーボンシューズの速さとは気にならないぐらい速い。勝手にこういっちゃうみたいな、いっちゃう、こういっちゃう、いっちゃう、あーやばいやばい。これめちゃめちゃ噛む、あーちゃんとグリップするや、想像以上に噛む。本当にあのピンついてないのにスパイク履いてるみたいな感覚で、このピンありのスパイクとの違いなんだけども最高安定する。グレーとかは吉木さん的には感じないですか。全くない。あとは圧倒的に軽い、履いてほしい、履いてほしいか。あーなんかいつもの感じコスモ LD は企画で何度か履かせていただきました。結構僕これ履いた時にこのカーボンのこれすげえなんか感触あるのかなと思ったんですけど、いい意味でないですね。ない、はい。なんかスパイクのあの独特な噛む音もあるね。ギュイン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 。吉木さん好きなんじゃないですか、これ。いや俺めちゃめちゃ好きだよ。癖がちょっとあるかなと思ったんですけど、割となくて僕からしたら。俺はこれでなんか 1000m とかやってみたいな。 1000m を3分から3分10のペースで一回走ってみてどうなるんだろうっていうのが本当になんか興味深くなった。いいっすよ、今からやってやってみようかな、やってみようかな、軽めに軽めに。さあはいはいはい、なんかねアシックスでこれ新しいな。あ、新しい、こんな感じめっちゃ好き。このカーボンとか履くとプレートの下に点で反発素材あるみたいな、あるシューズが多いなと思ってたんですけど、これはもうなんかペタッと乗り込めそうな。これ難しいな。難しいよね。だから傾斜でこう押してくれるって感じではない、うんうん、このやっぱりここら辺のフットフットかフォア寄りぐらいのところで押して、でそのままアシストして前に来てくれる感じあるので、うんうんうん、他のねカーボンよりね全然断然好きかもしれない。でもねこれ表現難しいな。なんかね噛む感じもあるんで、もちろんカーボンの前のギザギザで、うんうん、あるし、カーボンシューズのこのバスッと反発もらえる感じもあるし、かといってここめっちゃ柔らかすぎず、まあ、若干沈むぐらい、まあ、確かに好みはあると思う。僕はでも押して帰ってくる感じ、転がって最後押されるよりも押して帰ってくる方が好きなんで、これ結構好きっすね。
3分10で行こうとしたら3分1になっちゃったと。やばいね。やばい。いきなり動き出しで気持ちよくなると思って、うん、今走り終わってきてこの感じじゃないですか。うん、確かに。あ、気持ちいい、肺に刺激が入ったなぐらいの。この感覚で3分1で走ったことはちょっと今まで僕引退してからはなかったんで、これはやばいね。ダッシュで行こうぜ。3分10の感覚で3分1ってないよ。本当にない。はい、ということでお疲れ様でした。はい、本当に 1000m やる予定はなかったです。マジでない。いきなり走りたいと思って3分10ぐらいだったらいきなり動いても大丈夫か。うん、3分1 3分1まで上がったと。相当気持ちいいんだろうね。いや、もう気持ちいい。だから3分1って俺の感覚だとちょっと力んだり構えるタイム、それが気持ちよくスッて終わっての3分1。この感覚はね、社会人現役引退してからはなかった。なんかすごい今気持ちいい。やべ、気持ちいい。やばそう、いいね。最高に気持ちよかったね。ただスピードはもちろん出るし、出るのに安定感もちゃんとある、スパイクも噛むなんだけども、スピード気持ちよすぎてスピードが出る分、長距離ってやっぱ 5000m だったり1万m、後半足はどうしても疲れてくるってなった時に、このスピード出すぎるシューズがその足の疲労どうなってしまうのかっていうのは選手の技量によっては変わってくるのかなと思う。なるほどね。シューズの機能性に関しては素晴らしいけども、選手の力によっては後半疲れるシューズでもあるのかな。なるほど。じゃあそれもやっちゃいましょう。やっちゃう、やっちゃう、よいしょ。何を？小西さん、これ5000から1万一応、はい、そうなんですよね。厚みもあるし、やっぱりその安定感とか乗り込みっていうところは、うん、やっぱスピード感っていう設定で言うと、やっぱ本当は長距離の5000、1万っていうところで、うん、まあ一応設定はしてるんで、設定はしてあるんですよね。本当はもちろん長い距離の方が後半の動きっていうところも実際まあ見たいのは見たいですよ。うんうん、まあでもこれさ見たいですよね。見たい、見たいですよ、ね、見たいけど、はい、もう今日走ったから、はい、OTT を申し込みたいんですよ。申し込みしといたんで5000走ってもらってっていう感じで、吉木さんは2日後、あさって。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。 OK。 今言ったのってどのスパイクシューズもそうだから、どのスパイクシューズもやっぱスピードは出るし、うん、後半どうなるんだろうっていうのはどのスパイクでも思うことなんで、うんうん、これはさ、未知じゃん、まだ。まあそうだね、ノーネームだし。ノーネームだから、うん、これで。え、マジっすか。これマジっすか。ただもうこれ名前も決まってないシューズなんで、はい、レース終わったら自分持って帰ります。秒で。OTT に観戦に来てるんじゃなくて、はい、回収してる。ちなみに今日1000本やって、はい、明日、吉木連で3000のタイムトライアルやって、はい、OTT 5000なんで、自己ベストというよりかは、自分で設定を決めて、なるほどね、このタイムを破っていくっていう、OTT にはなると思うんですけど、ね。プラスそれでね、なんか、この力感でとか、うん、やっぱ、ね、結局シューズのレビューが聞きたいんで、うん、そうだね、はい。タイムどうでもいいです、こっちは。確かに、5000走れる。どうでもよくない。どうでもよくない。こちらからするともうどうでもいいかもしれないですけど、やっぱり疲労、さっきの疲労感があった時の動きを見たいんで、まあ、どんどん明日でやっぱり攻めてもらって、明後日もやっぱりやっていくっていうのはやっぱりじゃあ見たい、完全に見たい。使いこなせないっていうデータも欲しいんで、はい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 、これだったらダメだなっていう反面教師感もやっぱ情報としては欲しいので、もうどのパターンでももし可能であれば履いていただければ嬉しい。ちょっとやってみてください。じゃあちょっと本当に攻めの走りを明日から2日間、3000これですんの。え、3000これでやろうかな。あ、明日もじゃあ使います。明日もじゃあ、わかりました、わかりました。人体実験ということで、ありがとうございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。